私たちの保育園は0、1、2歳の人間形成の大事な時期を担当しております。子どもは同じ遊びを繰り返し繰り返し楽しんで、自分の中で満足感を感じたら次の遊びに移ります。これは飽きたのではなく成し遂げたのです。その成し遂げた満足感が達成感という形で子どもを成長させます。子どもはおよそ3歳までに人格の土台を作ります。この大切な時期を満足感と安心感で過ごさせることに私たちは神経を費やしています。